はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズの第15弾をお送りします。で、今回3問やっていきますので、まずここでね、一回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？もうじゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますので、お待ちください。ちょっと画面動きます。よいしょ。ほっ、行き過ぎてるね。これいいかな？よし、じゃあ行きますか。で、前回、ちょっとね、日にち空いちゃったんですけど、前回の図形14の時に、自分タイトル間違えて13って書いちゃったんですよね。そう、ちょっと申し訳ない。だから、この紙だけ見ると、13から15に飛んでるんですけど、自分が前回間違ってますので、申し訳ない。そんな感じで思ってもらえたらと思います。では、行きましょう。で、個人的には、まあ、いつもそう作りますけど、まあ、1番が一番簡単で、だんだん難しくなっていく感じです。で、1番が、まあ、弧 AB 上、まあ、ここね、弧 AB 上に、弧 AP と弧 PB の長さの比が5対4になるような点 P を取る。つまり、この弧の長さ、ここが、まあ、自分比の時はね、丸使うんですけど、5対4になってると。で、あとは、各 PAB ですね。だから、ここか。まあ、ここを求めたいっていう感じ。ヒントがものすごい少ないですね。で、これはですね、まあ、全部ってわけじゃないんですけど、こういう、まあ、角度の問題とか出てきたときは、補助線を、が必要になることが結構あります。受験の問題。今回全部、受験の実際の過去問なんですけど、で、この1番に関しても、こうやって引きます。で、円が関わる、まあ、円の角度の問題で、結構多いのは、やっぱり中心に向かって引く。つまり半径だよね。を補助線で引くことがすごく多いです。で、今回もこうやって引くと何が起こるかっていうと、ここ5対4ですよね。そうすると、ここの角度も5対4になります。これは中心の部分からこうやってこう出してる。まあ中心角って考えて大丈夫なんですけど、5対4になると。で、つまり今ね、こっち側の4が欲しいの、ここが。なんでかっていうと、ここの角度が、もし、じゃあどうしようかな、80度、まあ80度、まあ60度とかでいいか。60度って分かったら、ここが60。P と B からスタートしてる中心角が60なんで、P と B からスタートしてる円周角はそれの半分になります。だからこの4のところが分かれば OK だなと。で、今、ここって全部で180度ですよね。で、5と4に分けたうちの4個分が右で使ってるので、これどう出すかっていうと、5と4、つまり全部で9個に分けたうちの4個分なんです。で、全体が180度だからそれに180をかけると。これね、比で出しても構わないんですけど、まあ、この方が計算早いんでね、自分はこれでやっちゃうんですが、で、こうやると、20になるんで、計算して80度と。ここがね、さっき例えて間違えて80度出しちゃったんでね。で、さっきも言ったように80ってわかるので、ここ。答えはその半分だから、40度。これが答えになります。まあ、まずね、これは補助線をね、半径か。を引いてもらって、まあ、この角度を出して持ってくる。まあ、円周角使ってやるっていうタイプの問題ですね。で、今回全部、まあ、いつもそうですけど、まあ、十分受験の過去問をこうやって使わせてもらってるんですが、途中式を全くわからないんですね。答えが合ってるかだけは確認できるんですけど、なので、自分が解いたやり方です。もちろん他のアプローチの仕方もあると思いますので、まあ、そこはアプローチが違くてもね、気にしないでください。解き方の一個としてね、確認してもらえればと思います。で、2番ですね。で、これが、CD が2分の 1AB なのね。つまり、CD がこれの半分だって言ってます。で、ここもね、ちょっとポイントがあって、これ元々の図に中心が書いてないんですよ。で、これ中心書きます、自分で。まあ、この辺にしようか、中心。そうすると、CD ってこれの半分でしょ？ってことはさ、直径を半分にしたのが半径なので、もちろん、こことここの長さは同じですよね。
で、2対1になってるから、それを半分にすれば、ここも同じ長さになります。これ地味に大事、今回の問題で。2分の 1AB って言ってるから、まあ、それを半分にしたら、こことこれ同じだよねって。で、半径だから、こことここも同じだよねっていう。で、あと BCD27 は書いてある。その時 CAB、ここだね、を求めたいと。で、これも自分は、やっぱり C から、中心に向かって、補助線をこうやって引きます。で、まずもう一個大事なのが、円に内接してる。中にくっついてる。今、三角形 ABC って円にくっついてますよね、中に。で、しかも円にくっついてる時に、一辺が直径使ってる時、絶対ここ90度になります、ここ。まあこれ円周角の時にやりますね。90度。これも後で使います。で、ここから補助線なんで引いたかっていうと、まず、今、中心、半径を引いたんで、当然、ここの長さも全部同じになります。半径だからね。ってことはさ、この X、ここも、X になります。なぜなら、二等辺三角形だから、ここ。X 同士。そうすると、ここが、2X になります。で、これ何かっていうと、三角形のルールで、こことここの内角を足したら、ここの1個の外角になるんだよね。これよく使う角度のやつですけど。つまり今三角形、ここですね。この部分見てもらうと、X と X を足したら 2X になるよっていう感じ。で、こうすると、今度、ここも 2X になります。なぜかっていうと、二等辺三角形だから、ここ。こうね。だから 2x になる。で、これで準備万端です。で、自分が解いた方法は、こっから、一番外の大きい三角形、ここ見てください。ここの角度、今 x です。ここ 2x です。残りのここなんですけど、これちょっとわかりにくくてごめんね。ここ90で、ここ27でしょ。つまり全部足したら、117ですよね。90足す27なんで。って考えると、一番大きい三角形、角度3つ揃いました。X と 2X と117って。つまり、ちょっとここ被すよ。ちょ、消しちゃおうか。下使ってないもんね。ちょ、ごめん、消すよ。X と 2X と117。足したら当然三角形なんで180度になりますよね。で、これやると、左辺 3x、117持ってくると63か。つまり、x イコール、まあ、x 書いていいか。割って21度。だからこの角度、出したかった、BAC、CAB か。これは21度ですよで、これで終了となります。このね、まあ今、一本、補助線引きましたけど、二等辺使って、もともとあった X をどんどんいろんなところに配っていくっていうのもよくあるパターンで使うので、これもね、ぜひできるようにしてください。で、ラスト、3番ですね。まあ、これが個人的には一番厄介だったんですけど、ちょっとね、書くことが多いんで読んでいきましょう。まず AB 直径です。まあ見てわかりますね。AB 直径で、CD が円周上の点になってて、BC と OD が垂直です。つまり、BC、こいつと OD 垂直、ここ垂直ね。こうなってる。で、また点 E が、2点 ACBD の交点。OBC が A、書いてあるね。OBC が A 度で、その時に CED。ここか。まあ、X にしときましょう。これを A を用いて表しなさいと。まあ、例えば 3A とかね、わかんない。3A-20 とかね、わかんないけど、A を使って持っていきたい。で、これどうやるかっていうと、まず、さっきと同じなんですけど、ここ、円に内接してますよね。ABC。ここもここもここもくっついてるんで、三角形。しかも一辺が直径だから、ここも90なんだよね。つまり、OD と EA、まあ AE と OD の方がいいか。これ90、90だから平行なんです、こいつ。一応書いておこうか。平行なってる、この二つね。で、もうとにかく、X をちょっと配りに行きます。いろんなところに。散りばめに行く。で、平行になってるから、ここ X ってことは、ごめんよ。ここ、
これも X です。なぜなら同位角だから、平行だからね、あそこ同位角になってる。で、次に、まあ、自分が持ってきたのはこれ使う使わない置いといて、一応配るだけだから、ここも X です。全部ね、ここの部分、右だけは A になってるけど、で、なんでかっていうと、これは中心から、まあ、半径こう出て二等辺三角形だから、こうだから XX になります。で、次に自分がやった方法が、ここ?これ多分ね、アプローチの仕方でもうちょっとシンプルなのあると思うんですけど、今、この三角形見てください、ここ。ここね。これ今90度使ってます。ってことは、残りのこの2つの角度で、残り90度のはずなんですよ。でも、こっちで A を使っちゃってるから、ここって90-A になります。90-A ね。で、次どこ持ってったっけな?あ、そうそうそう。で、その次に今度自分、この反対側を出しに行きました。で、これっていうのは、例えばさ、こっち、今この 90-A になってますけど、そこが45度だったら、ここって 180-45 で出せるじゃんか。お隣さんだからね。だから同じように、ここも 180-90、マイナス A。これを計算すると、90プラス A になります。この部分が。90プラス A ね。で、個人的にはこれでもフィニッシュです。終わりなんです。で、なんで終わるかっていうと、自分は今こうやって X 連れてきましたよね。ここまで連れてきたことによって、あ、この角度って、ここと、ここをスタート地点にしてる円周角だって思ったんです。円周角。でしょ?外に行ってるからね。ってことは、ここと、ここをスタート地点にしてる、ここ。中心角のここが分かれば、それを半分でいいじゃんって思ったの。さっきやったね。この半分です。P と B、スタート地点同じだから、中心角。それの半分なんです、外の円周角は。で、今90たす A って分かりました。それの半分なの、X は。つまり、これの半分だから、まあ、2分のって、こうつけてもいいんですけど、まあ、分けた方が綺麗かな。2分の90なんで、45プラス2分の A だね。A と。まあ、こうかな。こうのがいいのかな。ちょっと答え確認していいですか?ごめんよ。ドアついてたっけな?あ、ついてますね。こっちの方がいいですね。これで終了となります。まあ、途中でも話しましたけど、全部の問題、共通して、まあ、アプローチの仕方、解き方っていうのは他にもあると思います。ただね、まあ、一個の個人的な解き方としてこういう風にやりましたので、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。では、今回もね、今回は、高校受験対策の図形シリーズの第15弾をお送りしました。最後までね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。で、まあ、もう受験ね、直前になりましたが、また、図形シリーズが取れるかはわからないんですけども、続き、まあ、取っていったりとか、他の単元もね、取っていきますので、もしよかったら別のね、ものも見てもらえたらと思います。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。